ないとは思うけど中に愛人を囲ってて、あ、愛人妃ですか、はい、妻にもバレないから記載しなくて裏金だった人もいるかもしれない、はい、だから、うん、さあ人それぞれ、うん、でとか具体的な具体ですね。石破さんはもういても立ってもいられなくて毎日テレビ出てます。いても立ってもいられなくて毎日テレビ出てね。今だ早く9月になってくれって思うのが石破さん。この状況のまま9月行ってくれっていう。一切表に出てこないでこうもう裏で何してるかね菅さん。ああ。これやっぱ菅さんの怖さですよね。確かに出てこないですね。出てこない。では。こちらですね、はい、安倍二階派の会計責任者を立憲へという、ことなんですけども、全部問いましたね、八王子市長選挙、ね、そうですね、まあ、八王子市長選挙も、まあはい、萩生田さんなので、まあ、実は萩生田さんつながりなんで、はい、まあ、同じ枠でっていう、はい、ところなんですけども、東京地検特捜部は19日、政治資金規正法違反容疑で最大罰の、うん、清和政策研究会安倍派と、市政会二階派の、領事の家宅捜査、しましたというところで、はい、で、会計処理に関与したとされる、両派閥の会計責任者いずれも不記載とした経緯を、特捜部説明しているとされると。うん、そして、特捜部は両派閥の会計責任者を同法違反で、立件する方針と見られるというところなんですけども、うん、これ会計責任者も立件されるような可能性はかなり高いと思いますよ、やはり、はい、あの会計責任者ですからね、それは政治資金規正法に書いてありますから、やっぱ不記載とか虚偽記載した場合は、その収支報告書に会計責任者がその名前書くんですよ、はい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 、はい、私が会計責任者ですっていう、その人、要は多分その派閥の自民党っていうのは、やっぱり自民党もう派閥の集合体みたいな政党なんで、はい、派閥ごとに事務所があって、はい、今回ではその外事務所っていうんですね、うん、自民党本部が近くにビルの、まあ、雑居ビルのね、はい、一室を借りて事務所があって、はい、そこに事務局、派閥の事務所で雇ってる自前の職員がいるわけです、はい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 、自民党本部の職員でもない、もう派閥の安倍派 安倍派の職員、はい、二階派の職員だ、会計責任者は全てのお金の流れをもう知ってると言って、そう、やっぱそれを押して総務省に提出してますから、はい、収支報告書。ちなみに会計責任者ってどういう人が選ばれるんですか、うん、やはりあの事務のやってた人から、やっぱ議員さんの秘書をやってた人だったり、はい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 、あの自民党党本部で働いてて、はい、逆の人もね、派閥の事務所は党本部に転職する人もいるし、はい、党本部でやっててちょっと派閥人足んないからやってくれという、はい、ただ宏池会って今岸田派、はい、で今事務所のそういう会計責任やってる人はもともとその宏池会の議員さんが引退しちゃった時に、はい、そのベテランの秘書さんで、はい、今その人はそのままその宏池会の議員さんが引退しちゃったから、はい、その宏池会の事務局の方にこの転職というか勤め直してるみたいな。なるほどですね、仕事はやっぱ議員さんの秘書さんに似てますから、あ、結構多いのはやっぱ議員さん秘書とかやっぱ長田町関係の仕事をしていたし、もともとそこに精通している方々を、ね、うん、まあ、しっかりと入れているというところですね、はい、これ会計責任者の方々とかって、うん、まあ、そういった聴取とかあったら、うん、全部正直に答えるんですかね、人によるんじゃないですか話してる、ただまあ特捜部ってやっぱりかなり、ね、はい、その知見の中でもエースが集まってるところですから、はい、なかなか特捜部署に呼ばれて、はい、結構あれじゃないですか、ごまかしきれるかって厳しいから、あ、うん、もうそこはもう正直話した方がちょっと軽くなるんじゃないか、そういうあれも巧みなんですよね、やっぱね、あ、なるほどですね、年を寒い中ね、どっかの留置場で過ごすのか、はい、家であったかいご飯で過ごすのか、はい、洗濯を迫られたらやっぱり、まあ、僕ならコロッと、君さんもそうでしょ、そうです ねちょっとあったかいところで、お前このままね、ここ泊まっていくか帰るかどっちかって言われたらちょっとね、もう、そうですね、家でお願いしますどこに先生がいしょうかだ、誰の情報が欲しいですか、はい、そうなっちゃうのが人の心かなと、実際本当にそうかどうか別としてね、そういう、だ、会計責任者としてもだから、はい、ゲロル議員とこの人は守るみたいな、そこの分け方みたいなもしかしてあるかもしれないって感じ、あるかもしれないですよね、そこね、ここだけは絶対にって、ただ今回ぐらい入り乱れちゃってると、はい、もうそれもやりようないと思います、あ、うん、本当は知ってんだろうみたいな、安倍派はほぼ全員が何らかの形でキックバック受けてたって言われてるんですよね、はい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 、そうすると何を守るも守んないもないような線が引けなくなっちゃうんじゃないですかね、あ、うん、なるほどですね、これちょっとコメントでも来てるんですけども、はいはい、だ今回この政治資金パーティーとかで、うん、まあ、お金を使った先を知りたいっていう、あ、何に使われてるんですかね、これは。だからそれこそ今後特捜部の調べで、はい、ゲロの人たちに聞かないと分からないんですけど、まあ、はい、いわゆる裏金、今回の話ってだからあれですよね、政治資金規正法違反、はい
はい、書いてればよかった話なんですよ、はい、記載しなかったお金裏金だから、はい、使ってた先としてはだからいろんな使い方があったと思います、はい、政治だあのよく言われるのはやっぱり政治金かかるよと、はい、あの秘書は給料で3人まで、はい、あの税金っていうか国費で見てくれるけど、地元にはやっぱり5人も6人もあの地元の選挙のための秘書がいたりするんですよ、ね、はい、その人たちは自腹なんですよ、はい、だからで事務所も借りなきゃいけない、はい、そういう選挙の活動に使ってた可能性もあるし、議員として議員同士でも結構贈り物をし合ったりもするから、はい、そのためのお金だったかもしれないし、あ、なるほどなるほど、ないとは思うけど中に愛人を囲ってて、あ、愛人費ですか、はい、そう、妻にもバレないから記載しなくて裏金だった人もいるかもしれない、はい、だから、うん、人それぞれ、うん、で山崎拓さんとか具体的な具体ですね、まあ、昔でもそれ明るい、ありましたね、ホモでしたし、ありましたね、だからそう、何使ってたかだから本当そのいろんな使い方あったんです、はい、政治資金に使ってた人もいるし、はい、あの政治資金じゃない、だからこの問題は政治資金に使ってた場合は、はい、税金かかんないからいいんですけど、はい、政治資金以外にこの裏金に使ってた場合はこれあの、はい、税金のあれも脱税にもかかる可能性あるんです。ああ、そうですね、うん、だから最初には一時でも政治資金使いましたって言うと思う。なるほどなるほど、そっちの方がまだ裏金で領収書取ってないわけだからそうお金に色ないからね、うん、なるほど、だから脱税よりも絶対そっちでやられた方が、ま、政治資金規正法なら不記載だけで済むから。ああ、うん、なるほど、ね、まあ、税金も不記載になっちゃいますけどね、そう、政治資金に使いましたってことにすると思います。いや、うん、ありがとうございます、はい、で今回まあその、うん、まあ、内閣の大臣の中で安倍派のメンバーが交代されて二階派がこう続投になっているというちょっとお話もありましたけど、その違いっていうのはどういったところに出てくる。ここね、違いがもうこれ結構簡単というか明瞭にあって、まず今回の問題っていうのはどっちもあのパーティー権、派閥のパーティーをやるわけです。派閥のパーティーをやるときに派閥のパーティー権を議員にノルマを与えるわけですよね。はい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 、はい、僕が50枚、桐妻さん偉いから100枚とかね。はい、で、桐妻さん頑張って桐妻さん150枚やった場合、その50枚分は、はい、あの、キックバックすると。はい、もう100枚分だから200万円は、1枚パーティー権2万円だとして、はい、あの、100枚分は上納しなきゃいけない。派閥ね、はい、ノルマで、派閥のパーティーで頑張って塗りましたと。はい、うん、で、50枚分は、あの、持ってていいよと。はい、キックバックされる。これが安倍派のシステムなんですよ、はい、うん、で二階派も同じようなことやってるんですけど、まず派閥のその元の、はい、あの超過分、ノルマ超過分を、はい、あの安倍派に入れますよね、はい、安倍派に入れます。その時記載しない、はい、で記載しないで議員にキックバックする、はい、でキックバックする時も安倍派はあの書かない、はい、で受け取る議員がもう書かない、はい、これが安倍派のやり方、はい、議員個人も裏金になってる、はい、二階派はちょっと面白くて、はい、まずノルマ超過分を派閥に入れます、はい、ここ不記載は安倍派と一緒なんですよ。あ、だけど、はいはいはい、その不記載だったあのものを議員にキックバックするときはなぜか書いてるんですよこれ本当にニュース見てたもんなんでって、そうだから頭隠して尻隠さずが二階派、はい、もう安倍派はもう見事なぐらい組織的にここうまくやられていて、はいはい、あの入れたノルマ超過分をまず書かないと、はい、あの派閥の収支報告書に、はい、で書かない上に、議員にキックバック裏金として渡す、はい、でこの時もちろん書かないし書かない、はい、二階派はなぜか裏金じゃなくてかあの裏金なんですよ、はい、まずパーティーの収入のノルマ超過分を入れる、この時は書かないんですよ、はい、この人に裏金になるじゃないですか、はい、この裏金になったものなぜか出す時は書いてるこれこれ理由はまだ誰も分かってないいや、ただ聞いたら二階派はここに入れるときと出すときで、あの、解決責任者違ったらしいんですよね。ああ。だからこっちがやらなかった、こっちは真面目にやってたみたいな。ああ、だから、シンプルミスなのか、それとも、こっち側の人だけが、そう。なんか企んでた。そう、だから、このお金が全部 100% こっちに行ってればいいんだけど、はい、この時点で止まってるお金は、それは派閥の裏金なんですよ。ああ。で、何が言いたいかというと、はい、あの、安倍派全員今飛ばされましたよね。はい。あの、一掃されました。はい。大臣も、党幹部も明日更迭だけど、みんな更迭されたんだけど、はい、あの、党幹部がみんなだから、あ、党幹部です、派閥の幹部、萩生田さんとか、はい、世耕さんとか、はい、あと松野前官房長官、はい、みんなそのキックバック、裏金100万円とか1000万円とか受けてたんですよね。はい、松野さんが1000万ってやって、あくまで東京地検特捜の調べですけどね。はい、で、西村さんが100万円、はい、で、世耕さんが1000万円、高木剛さんも1000万円、はい、
で萩生田さん数百万円もらってた、はい、でも二階派は派閥の中で裏金を作っていた疑いがあると、はい、これ2億円ぐらいなんですけど、うんうん、1億円超ってやってるのかな、はい、1億円超か2億じゃなくて1億円超ですね、うんうん、でその部分こっち出るときには記載してるから、はい、個々の大臣の責任は問わなくていいよなっていう派閥の責任だろうっていうここの分け方で二階派は、はい、安倍派は一掃したけど二階派は残ってるって感じです、ね、そうか別に個人のところでは別に違反はなくなく、はい、派閥のところだけっていう、はい、やってたこのだから1億円がどこに行ったかがわからない、はい、派閥に出すただキックバックする分はちゃんと書いてたと、はいうん、これちなみにはい、まあ報道でも出てますけども小泉法務大臣と、はいまあ、自見花子万博担当大臣が、うん、こう、まあ、二階派を離脱する、うん、して、はいまあ、大臣をそのまま続けるっていう意向なんですけども、うん、そこに関してはだまさにそれでそう派閥を抜けることで逃げ切ろうっていうことですね。だから今回この今言ったように個人が小泉さん個人がもらってたわけでもないし裏金を自見さんがもらってたわけでもないと、はい、で、派閥であくまであの裏金になっちゃってたって話だから、はい、記載しなかったお金が1億円あったって話で、はい、あのその萩生田さんとか松野さんみたいに更迭されたとはちょっと違うんですよ、ね、はい、あ、なるほどなるほど、うん、ただ小泉さんの場合これ4年って法務大臣だったと、はい、こっちは大きいんですよ。なるほど。法務大臣って、はい、東京地検特捜部の上司、はい、トップなわけですよ、ね、はい、で検察への一応使うかどうか別に指揮権って持ってるんです、はい、要は捜査止めやめさせようともやめさせられるのは法務大臣なんです。あ、なるほどなるほど。今まで日本の法律でこれ1回しか使われたことないんですよ。あ、もう1回のみ。1回1900ね、あれなんで54年とか、あ、もうだいぶ前の。そう、造船疑惑事件だって。だから1955年自民党は自民党になったんですよ、はいはいはい、自由党と民主党がくっついてね、はい、自由民主党になったから、まだ当時自由党の佐藤栄作自由党幹事長の時代に、この佐藤栄作さんが造船地獄で要はちょっと収賄容疑、はいはいはい、お金を収賄だから、はい、ん、収賄だから贈賄収賄ですよね、はい、収賄容疑がかかったはず確かね、はい、それでちょっと東京地検特捜部かな、当時は東京地検なのか特捜部があったか分からないけど、はい、検察が調べようとした時に当時の大臣止めてるんですよ。ああ、それでそれなかったら佐藤栄作さん総理でやってないかもしれない。そうですね、うん、佐藤 B 作さんも生まれなかったもんどうしようね、それがなかったら、だから、はい、そういうポストにやっぱ置いとくと誤解招くよねってので今回派閥を出すと。野党としては、まあ、自見花子さんは一体置いといて、うん、小泉さんだけ辞めさせろっていう動きに出る可能性があるっていう。野党はだからただつきますよね。派閥辞めるってそんな形だけだろうと、はい、本当にいいのかと。二階派だった人が、はい、二階派だったおかげで大臣になったんですね。二階派の推薦になったんです、はい、これそうですね、はい、そんな人がって、そんな人っていうかそういう人が、はい、その捜査の指揮を止めることもできるような、はい、大臣続けさせていいんですかってのは絶対来年国会で野党はつきますよね。あ、まあ、絶対二階さんの意向とか組むって、うん、小泉理事さんだってあれですよね、もともと国政選挙で、はい、なんか自民党が無所属で勝った方が後公認になりますみたいな感じで、郵政民営化の時に出た人なんですよ。そうですよね、小泉さんにだから追い出された人です。だから二階さんにもうすぐ多分恩義は絶対感じてるはずで、二階さん幹事長の時にそうですよね、はい、おかしい、さすがそう、二階幹事長の時に自民党に復党して大臣までなったから、はい、二階さんしてみれば恩知らずねって。ああ、今回抜け上がって、そう、派閥抜ける、だ逆だろうと、大臣辞めて帰ってこいと、いうのが二階さんの言うと。誰の、うん、ちなみにこれ抜けた後小泉さんがまた二階派に戻るっていうことはあるんですか、うん、あるんじゃないですか。本人はそうしないって言ってますけど、 あると思いますよ。分かんない、そこはね、うん、先の話だから。なるほど、うん、だ形だけの可能性もあるし、そうだから本心でもっと大臣続けたいからっていう、そう、あの可能性両方あるから、これは本人の、ね、心の中だから何とも言えないけど、外形的に見たらかなり厳しいと思いますよこれ。なるほどですね。野党には当然言われますよ、やっぱり法務大臣、よりによって法務大臣ですから、だから、はい、うん、自民さんは別に辞めろみたいな感じはなんない雰囲気ですか ね、うん、なんかね、ただどうなんですかね、両方の意見ありますよね、はい、いいんじゃないかって人とね、いやいやもうダメだろうって人とね。でこれおかしいのは、二階派はのシステム、はい、だから最初の入りだけ入れないで、はい、やったって岸田派も実はあるんです、同じ問題が。2,000〜3,000万って言われてるんですけど、金額小さいから今回やられてないんですけど、はい、それか総理総裁派閥だからなんか分かんないけど、はい、特捜は2回派やったけど同じような問題で金額は少ないけど、はい、高知会はやられてないんですよ。あ、で高知会の人に聞くとやっぱり、はい、いや俺らは別にキックバックもらってなかったからなと。あ、派閥の中で3000万ぐらいだけど、はい、不明金があるんですよ。はい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 、分からない、
それが入ってきたけど、どっから入ってきたかわからないお金が、その不明金が今後もしかしたら、うん、そうだから実は岸田総理も爆弾抱えてるから、あんまり変に鋼鉄鋼鉄やってると、安倍派はまだ議員個人の裏金が理由だけど、はい、こう地味さんとかまでこれ例えば更迭しちゃったら、はい、今度岸田派に同じ問題出た時は、じゃあ岸田も更迭だってこれ総理退陣ですよこれ、うん、林さんもまた官房長官だと今や宏池会政権ですからね、はい、図らずもできてしまった宏池会政権ですから、戦後だから日本の自民党の歴史でありえないことにも起きて、最大派閥だった安倍派99人が今一人も閣僚にも党会もいない状態作るって、だから下手したら、うん、都会官房長官になる可能性があるってことですね。無派閥だけで政権ですから。あんだけ岸田政権で冷や飯食った無派閥が今やもう、そうですね、最大の、最大派閥みたいになりかねない。無派閥っていうのが最大派閥。だから、最大勢力になりつつある。菅さんとかチャンスだと思ってる。菅さんなんかだからまだ、石破さんと菅さんの違いは、もう石破さんはもういても立ってもいられなくて毎日テレビ出てます。いても立ってもいられなくて毎日テレビ出てね。今だから早く9月になってくれって思う。のが石破さん。この状況のまま9月行ってくれっていう。一切表に出てこないで、こうもう裏で何してるかがない菅さん。ああ。これやっぱ菅さんの怖さですよね。確かに出てこないですね。出てこない。こういう時テレビとか多分出演依頼あっても多分受けない菅さんは。ああ、うん。これが本当の怖い政治家。関西系のテレビの方で、はい、なんかゲロった宮沢議員いらっしゃるじゃないですか。よく知ってますね。で、なんか、はい、日本を軽くするかって、ハゲ議連の名誉総裁が、はい、菅さんで、菅さんそこのつながりなんじゃないかみたいな、それを関西のテレビが言ってましたけども、ね、菅さん別に、言えって言われたから言ったみたいな。はい、あれは、そういうふうに僕も聞いて、ちょっと聞いたけど、やっぱ、あんまそういう話は出てこなくて、あ別にそこの、はいはい、はい。やっぱ宮沢さんのご判断で、はい、宮沢防衛副大臣ってね、安倍派の人が、はい、実はこれ安倍派で支持されてやってたことだとか、はい、全部しゃべっちゃったんですよね。はい。っていうのがあったんですよ。もうこれ1週間前結構詐欺だった。あれそうですね、うん、これ二階派の宮沢議員みたいな人は出てこないですかね。で可能性あると思いますよ今後、うん、これからだから議員の方から実は出てくる話もあって、あだからやっぱり、ね、出てくる人たちを僕は何だろう、だからその例えば橋本聖子さんとか、はい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 、鳥居真さんみたいな、はい、元オリンピック選手がね、はい、実は裏金が1000万ありましたとか1000何百万ありましたって言って批判を受けてるけど、はい、まあ、批判されなくしかるべきだけど、僕は もっと悪いのは説明者に逃げてる人たちで、やっぱあの人たちスポーツ選手だから、ね、はい、潔くって言ったら変だけど喋ってるだけでも僕は、はい、まあ、評価しろって言ったら変だけど、はい、そこであんまり彼女だから彼だけを批判するのはかわいそうかなっていう。あ、うん、そうです。まだ堀井さんなんか副大臣辞めたから僕喋れるようになったって取材に応じてるわけですよね、はい、でそれによって結果叩かれてるけど、それよりももっと、ね、もらってたりして多分ほっかむしてるやつはいっぱいいるわけだから。そうです、うん、ただこう堀井さんに関してはカツラで入ってこないです確かに、まあ、何が本当のことか分からないんだよねスピードスケートで、はい、こうメダリストというか、はい、オリンピアンの、ね、はい、方で、ね、はい、でもともとスキンヘッドで、うん、そうですね、こうやられていて、はい、で途中からこうカツラを大丈夫ですか、髪の毛のことあんまネタにして、僕ももう今あれね、いつ来るか分かんないからまだ大丈夫、まだまだお互いまだ大丈夫だけど、分かんないです、あんまり人の髪の毛のこと言ってるとね、はい、自分来た時辛くなるって松井一郎さんこの前僕に言ってました、大阪の最近ちょっとなってきたんやって散々俺周りの人、はい、やつらハゲハゲ寄ってたからバチが当たったかもしれんってでも堀井さんはこうだから謝罪するとき、はい、あ被っていく方でいくんだとか、うん、そのあるじゃないですか、そのなんかそっちが気になります。そっち気になります。気持ち分かんないんだけどね、なんかね、はい、こう被ってね、はい、一人つわりありませんっていうのが、そうですね、本当に大丈夫なのかっていうことですか。はい、僕は何も言ってませんよ。まだ二刀流じゃないですか、堀井さんも、はい、使い分けてますもんね。なんでなんですかねあれね。はい、そこはちょっと気になりますけど、ね、そっちかにした方がいいですよね、確かにね。そうですね、うん、ちょっとそこはちょっと気になるポイントなんですけども、うん、じゃあちょっとですね、ちょっと別のスライドもありますので、はい、ちょっと見ていきますか。はい、はい、こちらです。はい、各社世論調査の結果ということで、はい、今こういろいろ各社が出ていて、はい、まあ、岸田さんの今支持率がどんどん低迷してるみたいな報道のされ方もしてますけども、ね、はい、結構今見られていて、この世論調査の結果どう思われますか。いや、よくこの数字で持ってるような政権っていうぐらい低いんだけど、はい、ほぼ 20% だったら普通もう退陣とか危険水域って言われたんですけどね、はい、まあ、退陣が危険水域か、はい、10% だったら退陣って言われたけど、
結構選挙ドットコムさんだってもう20切ってますもんね。だから 5人に1人のみですもんね、うん、やばいですよね。やばいけど、まあ、今回の問題岸田さん個人のせいとか失策ではないんでね、だ周りがどんどん引っ張ってるということですよね。で安倍派っていうのも、まあ、だからじゃあ安倍派だったら、はい、これもなんか変にあれ安倍晋三さんが悪いかっていうとそういうわけでもないんですよ、はい、あくまで安倍派っていう名前、はい、いや例えばホリエモンさんなんかはね YouTube で、はい、安倍派って言ってるのはそのなんか左翼メディアとか朝日とかが意図的に言ってんだ、はい、あ実は清和犬だって言うんだけど、はい、あの別にそれも別に全く間違ってないけどちょっと違うところもあって、はい、あのまあ確かに清和政策研究会って安倍派の正式名称ですね、はい、でもやっぱりその時の会長名前プラス派で呼ぶっていうのは習慣としてあるから、はい、今はあの会長不在で安倍派は安倍派のままなんですよ。だ別に朝日だけに限らず産経新聞だって読売新聞だって、はい、NHK だってみんな安倍派っていうわけですよね、はい、うん、でじゃあ安倍派だから安倍さんが悪いかっていうと、はい、安倍派になったのって2021年の9月なんですよね、はい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 、割と最近そうですね、はい、ずっと細田さんがそうずっと細田さん、はい、安倍さんはずっと安倍派だったかっていうとずっとそうじゃなくてずっと安倍晋三総理だったから、はい、派閥は抜けてたんですよね。そうですね、その間罰もやってなかったから、はい、安倍さんこの件をご存知で噛んでた期間って極めて短い。だから岸田さんが岸田派でずっといたじゃないですか。だからまだ勘違いしてる方もいらっしゃる、うんうん、安倍さんがそういう時は安倍派ではなかったってことですか。安倍さんではなかった。例えば細田派だったんです、はい、細田前議長が亡くなられた、はい、細田さんの派閥で細田派だったんですよ、はい、まあ、実際にはみんな安倍さん実際に安倍派なんですよ、はい、実質はだからあの時増えてるから、はい、安倍さんが総理時代にどんどん増えてって今199人の最大派閥になってるから、はい、安倍派なんだけど別に安倍さんがその罰のとか細かい派閥のお金の動きまで把握してたってことは、はい、それの総理の時代はなかったと思います。あ岸田さんだってやっぱ安倍さんはやっぱ安倍さんのお父さんも安倍晋太郎さんが清和犬ってやっぱり作った一人でもあったから、はい、やっぱ自分もねお父さん作った派閥安倍派にしたいっていうのあったから清和犬、はい、安倍派になってただ2022年の7月にちょっと非常にもう大悲劇があって、はい、こうね、亡くなられてしまったからただその後には安倍派のままにしないんです。それは残った人たちがやっぱ安倍さんのブランドネームを欲したし、はい、安倍さんにとって変わるだけの単品ではいなかったから、うんうんうん、5人ぐらいで集団指導体制取ったから、はい、名前安倍派だから岸田さんも今岸田派を慌てて抜けたけど、はい、会長不在だから岸田派のままなんですよね。そうですね、抜けたけどだからそう安倍さん安倍派の問題だけど別に安倍さん自体がそんな大きく絡んだ問題じゃないっていうのはちょっと誤解されないようにしておいたいかなと思ってて、はい、これちょっとチャットで今、はい、青木率っていうワードが来てますけども、ね、はいはい、青木率っていうのはあれですね、はい、あのもうこれ見てる方はねお詳しいがみんなご存知かと思うと思うんですけど、はい、あの政党支持率足す、あの自民党 の, だそのあ自民党が内閣支持率足す政党支持率が50超えてれば安定政権、はいはい、で切ってるのはどれぐらいあります。結構ありますよ、ね、朝日さんはもう切ってますね46、はい、で共同さんも切ってますね、切ってるか、はい、読売が乗ってるかろうじて、でもギリギリですよね。日経でもギリギリですもんね。そう日経でギリギリって言ったら日経って非常に高くて安いところなんで、そうですよね、そのイメージはものすごくありますけども、うん、はい、産経でも富士産経でも蹴ってます。そうですね、産経で蹴ってます。富士産経と日経読売だったら結構高大手町3社高く出がちなところでも切るか切らないかぐらいですよね。そうです、うん、これでも全然崩れそうな雰囲気はまだないですか、うんうん、なんかね青木率って、はい、野党が強い時代には非常に有効な指標だったんですけど、はい、今野党がこうだと、はい、自民党支持率多分僕 10% になってもじゃあ政権交代しようってならないじゃないですか。ああそうですね、うん、でもとりあえず泉さんに総理やってもらって、はい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 、安住官房長官でじゃあ立憲民主党政権見たいっていう人が 51% 超えないとねなかなかそういうふうに実現しないですからね政権交代って。確かにそうです、うん、だから本当です野党の第一党の党首はめちゃくちゃ人気ないと。そうだ割と二大政党制前提にしたら青木率って結構有効な指標なんですけど、はい、なるほどなるほど、こんだけ野党は多弱だと、はい、なかなか青木率が今有効性失いつつあるんじゃないかなって言われてます。だから今回の件で、うん、もう青木率自体のワードがなくなってくる可能性も、うん、そう節目になるかもしれない。だ青木さんが今いらっしゃったら青木さん青木率は要は亡くなられた青木幸雄前の3位のドンって言われたね、はい、あのずっと平成権のあの竹下さんの時の官房長官かな、はい、言われた青木さんが最初におっしゃった青木率って言い方するんですよね。茂木さんの、うん、そう派閥です、派閥ですね、はい、うん、これちょっと茂木派は全然無傷なんですか、はい、今回に関しては今回に関しては
今のとこ全くと言ってほど無傷ですね。あやはり日試練だ、はい、逆に言うと茂木派っていうのはそれを2004年の時の日試練の時は橋本派、はい、あの要は平成研ですよね、はい、の時にやられてるんですよ。この今出してくれたから、はい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 、日試練の自民派旧橋本派この時がまさに今で安倍派なんですよ、はい、何が言ったか、だからこの時はこの橋本派今で平成研がこの時に、はい、あの闇献金1億円もらったって言って、はい、あの村岡さんという当時官房長官だった人が立件されたりしてるんですよね。これと後の小泉政権の時にもう一気にこう旧田中派だずっとこれまでは田中派が橋本派が最大派閥だったんですよね、はい、これはどん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 弱くなって今の平成権は第三派閥ですよね、はい、だ今同じこの後にこの平成権旧橋本派、はい、旧田中派の形成会に流れ組む最大派閥だったわけですね、はい、ここが落ちていくのと同時に安倍さんとかあのその前小泉さんです清和会が清和権上がってきて今なんで、はい、だから同じことが今起きようとしてるって言われてるんです。ああなるほど、ね、今度はこの最大派閥でこの10年ぐらい日本を支配してきた、はい、安倍さんであり小泉さんであり、はい、森さんであり福田さんであり4人総理出してるんですよね、はい、2010年代2000だから5年の小泉政権以降はずっと清和会支配って言われてたのか、はい、の清和会沈む前が橋本反の時はその長く平成権試合だったから、うんうんうん、形成会試合だったからだからこの時にやられてるから結構あだから今回はその体制があったということですね政治資金の闇献金に関しては結構体制があったもんですね、はい、逆に過去の清和は無傷だったからこの時あ今逆のなるほどですねこの時無傷は清和やられたのは橋本はだから結構か一度やられてるから、ね、歴史のあれですよね、うん、そうですねじゃあ次だから、うん、まあ茂木派はどんどん人数を増やしやすい状況にはなって、うん、どうなんですか派閥自体が今問われちゃってますよね。あだから新人で次の新選を受かったとしても、うん、派閥に入らない人が増えてくるかもしれないっていう、うん、派閥変えたみたいな話を言い出す人は当然出てくると思いますよこれから。ああ、うん、そうですね逆にまだ大人しすぎるよ不思議なぐらいですよ。明らかにまだ派閥は維持してやっていこうっていう人たちが多いじゃないですか多分今自民党の中そうです、ね、取材してると僕思うけど少なくとも、うん、だもしかしたら次の自民党総裁選とかで派閥解体っていうのを掲げる人とかも出てくるんですか。だからゲルさん掲げてるんですか石破さんはもうそうですね新次郎さんも無派閥ですからね。そうですね、うん、これ麻生さんとかって今どういう、はい麻生さんはもう変わらずですよもう、うん、麻生派は今回影響はあまりないですね今のところね。だから今回やっぱ影響大きいのは圧倒的安倍派、はい、で次二階派、はい、で他の岸田派茂木派、はい麻生派影響は今のところはそんな大きく受けてないです、ね、そうですね。ちなみにちょっとまた別のスライドもあるのでよろしいですか。はい、主な政治資金規正法違反と立憲学っていう、はい、ところで、はい最近鈴木宗男議員が結構メディアでこの件語ってますけども、ねはい、まあね実際それでね刑務所も入られたら詳しいっちゃ詳しい方なんです、ね、そうですね、うん、はいある意味その数字の専門家ですからね。そうですね、うん、この今出ているメンバーの中で、はいまあ、ちょっとここは今回の件似ているなって方っていらっしゃいますか。似てるのは薗浦健太郎さん、はい、直近ですけどこの方やっぱりあの政治資金の収支報告書の不記載で起訴されたんで、はいで金額が4600万も大きかったから、はい、今回は派閥の政治資金収支報告書の不記載だから、はい、似てるっちゃ似てますよね一番、はい、あとやっぱり闇系さっき言ったあの村岡さんの時これ橋本は派閥の不記載だから、はい、この2つは似てるんじゃないですか。ああなるほどですね、うん、だからこう略式起訴だったりとかそうですね、まあ、在宅起訴っていうところがやっぱ形式犯なんで、まあ、あの元々はね赤旗共産党さんの赤畑さんが最初にこれ指摘した話なんで、はい、共産党さんとかもリクルート事件を超える、ね、大疑獄事件だって言ってるけど、はい、リクルート事件はやはりあの未公開株をね両手に合うみたいに後でお金わーってなって、はい、増資やみたいな話にもなりかねなかったけど今回、まあ、記載してればある意味違法じゃなかったお金を、はいまあ、やってたってことだから、まあ、形式犯なんでそのあんまりこう逮捕ガンガン政治家が逮捕されるっていうことにはならないんじゃないかって言われてるんですよ。なるほどですね。だから泰山明堂してネズミ一匹になる可能性なくはなくて、はい、だから昔それでペンキかけられたことありますからね東京地検特捜。えどういうことですかペンキかけられたんですか。これだから金丸さんの時ですよね、はい、だからここには出てないのかな佐川急便事件ってあった時に、はい、あさっきの出てましたよね
この時に佐賀県民、この時は、はい、やはりあの形式犯的な話だったので、はい、あの金丸さんの絵から金の延び棒とか裏金がいっぱい出てきちゃったんですけど、はい、今後だから罰金のね略式起訴20万かなんかでやったら、はい、世論の批判がわーって出てきて、はい、あの東京地検特捜部の検察庁って書いてある看板よくテレビ出るじゃないですか、はい、あれにピンキャラなんですよ。あ、本当に処分が甘すぎるっていうところで何やってんだっけ誰が書いてるか分かんないですけど点かけられてその後逮捕したっ て, ってあったからだから今回も、うん、まあその何ももし なくただ会計責任者とかだけだったら、うん、か誰かしら自分たちが略式されただけで政治家一人も何もなかったみたいになるとあのペンキかけられるかどうかするとあとはこの頃なかったそれ今検察審査会やったんですよね、はい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 、この検察審査会やったら国民から無作為で選ばれた人たちがやっていて、はい、あの仮に検察が起訴ん起訴猶予とか不起訴にした時にも、はい、検察審査会で2回ともいや起訴しなきゃダメだって決定したら、はい、強制起訴されるんです。あ、そうですね、うん、広島の件でもそう広島の事件もそうなりましたよね。だからコメントで黄色のペンキっていう、はい、黄色のペンキ詳しい黄色のペンキですよね。しい方世代わかりますよね黄色のペンキ誤差のねありがとうございます黄色のペンキが黄色にかけられたそう。誰かしら黄色のペンキ買ってるかもしれない買ってるかもしれないペンキをかけなくても、はい、ダメですよ真似してやりに行ったら、はい、また大変になりますからね、はい、でペンキをかけられなくてもやっぱこう検察審査会があって強制する可能性あるから、はい、事前に検察ある程度頑張ってその子まで視野に入れてやってるかもしれないからそうですやはりバッチいわゆるバッチ議員の方でも、はい、略式起訴ぐらいされる可能性ある人がいるかもしれないあやはり1000万円単位での不記載となるとそうです不記載だろうたかが不記載だって言われてもやはり政治資金規正法とやっぱお金を、はい、な流れを、はい、見えるようにしようっていう趣旨ですからやっぱり国会議員って法律作る人はやっぱ法律を、ま、守らなかった違反したってことになっちゃうとそうですね、うん、ただ難しいのはこれ共謀を問わなきゃいけないからあ国会議員の秘書さんがやってた話を議員は知らなかったって言ったら、はい、今度は立証責任なんですよ検察側には、はいはい、でその立証責任でやっぱりちゃんとメールとかで明確に、はい、このお金裏金するから記載するなって秘書に議員がメールを送ってたとか、はい、そういうのでも出てくればいいけ ど, なるほど、ね、出てこないとなかなか難しいかもしれないこれちなみに今回名言を残されていた方は、はい可能性ありますか。あのキックバックは文化だっていう。よくぞ言いましたよね。この石田純一さん以来ね。不倫は文化だっていう。あれも不倫は文化で一応石田純一さんの目のために言うとあれ言ってないですからね。あ、言ってないですよ。言ってないっていうかあれは、はい、あのよくネット上にも出てますけど、はい、あのまあ不倫をされた時にゴルフ場とかに芸能リポーターわって囲まれて、はい、ずっとなんかしつこく朝がイライラして、はい、いやその文学とか、はい、いろんな純文学とかそういったものが、はい、そういったものから生まれることもあるじゃないですかって言ったんですよ。はい文化的なものが生まれることもあるでしょって言ったら、ね、不倫は文化って、はい、なるほど言ったことになってるけど、はい、不倫は文化とは言ってない、まあ、なんかそれ、はい、っぽいことは言ったけどみたいな。なるほど。で、この人は明確に言いました、はい、そういう文化と。なるほど。ちなみにこの方はそうあの安倍派の、はい、そう安倍派出身というか安倍派の方で総務大臣やっていて、はいこの前更迭された人ですよね、はいはいはい、更迭されて更迭される日かな、はい、総務省にだから引き継ぎのために新しい大臣の人に会いに行った時に、はい、記者団囲まれた時に、はい、あのキックバックって自民党の文化だって言ったんですよね。いやすごい、まあ、キックバックは文化、裏金が文化って言ったわけじゃないですか、はい、キックバック自体は要は頑張ってノルマ達成して、はいノルマ超えた分を派閥に納めたら、はい、その分はキックバックされるっていう、はい、記載してれば違法ではないんで、はい、だこれをでもただこの発言って結構すごくて、はい、文化だって言ったの前後にこの人地元の市議出身かなんかなんですよね、はい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 、要は地方では結構やっていたことだって言われてるんですよ。ああだからまた別のところにも前後読むとそうだから結局これは安倍派だけじゃなくて自民党の例えば、はい、あの都連とかね、はい、地方の組織地方議会の自民党でも実はこういうある程度、はいあの不記載っていうのは普通に行われてんじゃないのかっていうことを裏付けてしまってる発言なんですよ。だから今愛知の自民党がものすごく怒ってる可能性が、ね、あります。だからということですね。でもこの件は多分まだ来月も、まだ来年も、あ、来年も続きますよ、これはね。来月もこのニュースはどんどん多分語ってる、はい、っていう、はい形ということで。政権のあれにも直結するし、そうですね、さっきも言ったけど、はい、1月の概要にこれでいけるいけないみたいな話になってます。はい、はいそうですね、外交にも影響を与えてます。影響を与えてしまってるってところで、はい、ちょっとまたこの問題については引き続き、はい取り上げていきたいなと思います。本日生配信1時間お付き合いいただきまして、はいありがとうございました。ありがとうございます。長くありがとうございます。また、次回もよろしくお願いいたします。本日は以上となります、はい、ぜひ高評価と、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
結構この問題ってのは政治資金の問題で、まあ、形式犯で実は大したことないんだとおっしゃる人もいて、まあ、そういう面もなくはないんだけど、はい、実はこれ外交とかもし岸田さんがブラジルと行けないとなると、はい、これこのままで本当にいいのかって話になっていくと思うんですよね。最大派閥99に気をつかせて安倍派を一掃して、はい、どっちかっていうとまあ距離になった二階さんの二階派も一掃して、はい、もう宏池会で政権固めて、今総理官邸内笑い声聞こえるらしいですから、ね、あ、じゃあ岸田さんとしては結構、うん、